メラついてるんですよね。ツインワンでもこれついてるの結構珍しいです。これなかなかいいですよね。若干ですね、僕この製品の欲しさ、 V8 の欲しさが、こんにちは、戸田悟です。ダイナブックの最新モバイル久々に登場。これがですね、ツインワンタイプの回転するんですけれども、非常にバランスがいいということで、詳しく紹介しますのでじっくりご覧ください。はい、ということで新しく登場しましたダイナブックのですね、もうメインストリームになるモバイルノートということで、結構久々の登場です。ダイナブック V8 ですね、 V8 です。はい、ということで早速ちょっと紹介しますが、単なるですねモバイルノートではなくて 2-in-1 なんでダブルヒンジになってますということで、こういった形で例えば、まあ、テントモードとか逆 L 字でも使えますし、それからタブレットでも使えるとこういう形で、まあ、5-in-1 とメーカーは呼んでますが、まあ、僕的には普通の 2-in-1、 すいませんね、普通のって言い方も良くないですけど、まあ、2-in-1 パソコンですねということで、はい、はい、でデザインなんですけれども、はい、天板に光るバッジがですねミラーの赤になってます。でさらにこのヒンジの部分も赤いアクセントがついてます。赤のですね、これちょっとメタリックっぽいですね。でまあ個人的にはちょっと赤かなって感じが若干します。好みの分かれるところですけれども、まあコンシューマー向けなので、お好きな方もいらっしゃるでしょうし、仕事に使う時にはちょっと派手ですけれども、まあビジネス用はまた別の製品があると思いますのでという感じです。はい、はい、でまあダイナブックって赤がまあテーマカラーっぽくなってるんですが、実はキーボードのバックライトもちょっと映んないと思うんですが赤いんですよね。これ変えられるのかな。まあ赤でもまあ見えるっちゃ見えると思うんですけれども、ここもですね一つポイント、デザイン上のポイントかなというふうに思います。キーボードのバックライトはどうやら赤だけのようですね。すいません、ちょっと調べが不足でしたら申し訳ないんですけど、軌道の調整とかはできましたということで、まあ気になる重量を測っていきましょう。ディスプレイサイズは 13.3 インチですね。はい、でキッチンスケールで参考値ですけれども測ります。 949g、 まあまあいいですよね。これぐらいの軽さで 2-in-1 ですから、 2-in-1 って重くなりがちで、カタログ値は 979g なんですよ。さすが日本のメーカーらしくカタログ値よりも軽く仕上げています。もちろんモデルによってばらつきはあると思う、製品によってばらつきはあると思いますけれども、まあ、かなり軽い 900g 台半ばということで、はい、ということで 2-in-1 にしては 900g 台半ばってかなり軽いです。これが普通のクラムシェルでしたら多分 800g 台で仕上がるんじゃないかなと思いますけれども、まあ、こうやって普通に使う分にはもうほぼクラムシェルとして使えますから、 2-in-1 のデメリットってあんまり感じないと思います。でその上で軽いながらもさすが日本のメーカーらしくですね、拡張性バッチリなんですよ。 HDMI 端子と Type-C が2つで、さらに、ここにですねマイク、イヤホンのマイクですね。でこれインテルのエボに対応してますから、サンダーボルト4も積んでます。はい、タイプ C がサンダーボルト4ってことですね。でこちらにはタイプ A 端子で、これがないと USB メモリ読めないんですが、まあ一般的なですね、これもバッチリ使えます。はい、でさらに、こちらにはですねマイクロ SD カードスロット、まあスマホのファイルなんかを読むときに便利かなと思います。拡張性はバッチリで、結構面白いのがこれひっくり返したときに使えるカメラがついてるんですよね。ついはでもこれついてるの結構珍しいです。結構 これはですね意欲的につけてるなという気がしました。はい、でキーボードも紹介します。でキーボードはですねさすが日本のメーカーらしく配列バッチリですよね。矢印キーも一応逆 T 字になってます。でキータイプ感はもうこれダイナブックらしいとしか言いようがないんですが、過去にダイナブックの薄型ノート PC を使ったことがある方は、あ同じだと思うと思うんですけれども、まあメリハリが比較的あってミスタイプの少ない打ち心地を実現していると思います。モバイルノートとしてはかなり薄型のモバイルノートとしてはかなり打ちやすいなというふうに感じました。まあただですね、できればこれ本体端ギリギリまで設計してほしかったですよね。そうすればこの辺のちっちゃくなってるキーも大きくできたので、コネクターとの干渉があったんでしょうけれども、他のメーカーはですね結構コネクターの上までギリギリまで配置できているので、そこはちょっと残念かなと思います。であと1点がこちら、これもですねダイナブックらしいかまぼこタイプの形をしたタッチパッドなんですが、やっぱり左右のクリックボタンないんですよ。このボタンはやっぱり僕はあった方がいいと思います。まあ最近はですね搭載しているモデルも増えてきているので、徐々に人気というかですねあった方がいいよと考えているユーザーが増えているんだと思いますけれども、左右のクリックボタンがないのはまあちょっと残念かなというふうに感じました。はい、でディスプレイなんですけれども、アンチグレアですね、フィルムを貼ってあるタイプだと思います。でカメラはですねもう手動のシャッターついているので、
まあ、ちょっと顔が不意にテレビカメラで、テレビ会議で映るの嫌だなっていう方は、手動でカメラをオフにすることも可能になっています。で、ディスプレイの明るさはまあ十分かなと思います。そんなにすごく明るいわけでもないですけれども、まあ十分かなというふうに思います。ただ解像度は、縦横比16対9の 1920×1080 なので、まあできればですね、これ16対9ではなくて16対10にしてほしかったなというのが残念なポイントですね。で、共学縁もすごくではないですが、まあ、比較的共学縁の設計がされています。で、一応ちょっとベンチマークシネベンチですけれども、計測してみました。マルチコアがですね4928で、シングルコアが1467ということで、さすがにですね第11世代のコア i7 ですね、 i7-1165G7 らしい、スペックとなってます。性能はもう十分ですよね。で、ストレージがですね、このモデルは512で、メモリも16積んでますので、パフォーマンス的には十分かなというふうに思います。で、こちら充電器なんですが、コンパクトのタイプを採用してますね。最近ですね、コンパクトの充電器増えてきて、とても嬉しいです。この大きさで 65W なので、まあ文句なしですよね、ちっちゃくてね。で、ケーブルの長さも結構あるので便利だと思います。当然、Type-C、PD に対応してるので、Type-C 端子で充電ができます。で、このモデルの僕は最大の特徴と言ってもいいのではないかなと思うのがですね、実はバッテリー駆動時間なんですけれども、カタログ値でなんと24時間なんですよ。ですからまあヘビーに使っても15時間とか17時間ぐらいはいけると思います。で、3年ぐらい使って下手ってきても多分8時間、9時間、10時間ぐらいいけると思うので、バッテリー駆動に関してはもう満点かなというふうに僕は思っています。ということで、メーカーとしては5 in 1、僕としては2 in 1、すいません変なこと言って、モデルなので当然ながら手書きに注目が集まると思います。僕は注目しています。ということで、手書きの機能を紹介したいんですが、その前にちょっとアプリなんですけれども、実はですね、ダイナブックは以前から手書きの自社製アプリですね、を力を入れて開発しています。最初はですね、まあいまいちだったんです、ぶっちゃけ。で、これトゥルノートとかっていうのが、その辺、この辺のアプリが、まあ、いくつか組み合わせて利用できるんですけれども、これがですね手書きのアプリです。すごく良くなっていますということで紹介したいんですが、ただちょっとまあ見ていただけると分かると思うんですが、なんかね、やっぱりアプリ入りすぎな気がするんですよね。こんなにアプリ入れなくてもいいんじゃないかなと思うんですよね。まあ、コンシューマー向けなんで、まあ、昔のパソコンもずっとこんな流れになったんですけれども、最近はちょっとシンプルにしてるケースが多いですよね。もちろんオフィスはついてくるので、まあ、それ入ってるわけですけれども、ちなみに価格はオフィスもついた Core i7 のモデルで、約22万円ぐらいということに、まあ、オフィス付きということを考えて、性能を考えると、まあそんなもんですかね。実際には多分値引きも入ると思うので、まあまあそんなもんかなというふうには思います。で、このトゥルーノートを使って、では手書きの機能を説明していきます。これトゥルーノートですね。では今これトゥルーノート起動しまして、こちらをですね手書きをするので、タブレットスタイルにして、まあこれはいいえでいいかな。で、ちょっと書いていきたいと思うんです。で、こちらが付属のペンです。で、このペンはワコム製ですね。で、残念ながら充電式ではなくて乾電池内蔵タイプですね。最近充電が増えているので、まあできれば充電にしてほしかったんですけれども、例によってこの電池内蔵してこれがですね単6なんですよ。で、単6ってこうなかなかなくて、アマゾンとかで買うしかないので、僕はまあまとめ買いをしているんですけれども、皆さんも購入された際はですね、電池の入手性がちょっと悪いのでご注意ください。で、なくなれば当然電池がなくなると書けなくなっちゃうので、僕は結局電池2個持ち歩いてるわけですよね。で、そう、2個っていうか本体に1個で、別に1個持ち歩いてるんですよ。いつ切れるか分かんないんで、やっぱりそれ考えると充電してほしかったですね。で、ワコム製なのでもう書き味は文句なしです。非常によく書けます。で、例えば赤とか。で、まあ Windows のペンとしては非常に書きやすいのと、画面がですねアンチグレアになっていて、これが書き味も考えたフィルムが貼られているようで、紙に近い感覚で書けますね。これ非常に書きやすくて、 Windows の中ではもう一二を争うぐらい書きやすいと僕は思っています。非常にレスポンスもいいです。で、 CPU が高速なんで線が途切れるようなこともほとんど感じられませんでした。ペンに関しては僕はもう満点をつけたいぐらい書きやすいモデルだなというふうに感じています。まあ残念なのがやっぱりですね、しつこいようですが充電じゃないっていうのは残念ですね。でもまあワコムのペンさすがに書きやすいなと。で、 Windows なんでこのボタンでね消したりできるのもいいなというふうに思いました。
僕はこれすでに書いておいたちょっとノートがあるんですが、以前のトゥルーノートできなかったんですけれども、このバージョンではちゃんと画面を縮小拡大して書くこともできるんですね。これできるようになったっていうのは、まあ僕的にはまあ感慨深いって言ったら大げさですけれども、いや、できるようになったのかと、よかったな、嬉しいなという感じです。で、さらに結構僕すごいなと思った機能を紹介したいんですけれども、検索なんですよね。で、この検索に、手書きで検索できるんですけれども、例えばですね、この中にまあいろいろなこう字が書いてありますけれども、この字でちょっと検索してみましょう。はい、じゃあ今回は利益ですね。で、手書きすると上に候補出てくるんですよ。で、注目していただきたいのは全く同じじゃない、つまりすでに入力した利益という字が出てくるので、これで検索すると、はい、こういった形でヒットします。ちょっとちっちゃくて見づらいと思うんですが、利益の部分が、黄色でハイライトされてます。で、これタップするとこれですね、ハイライトされてます、利益。これで検索ができました。手書きの書類を手書きの文字で検索できる、これは、しかもこのレスポンス、これは結構すごいと思います。エバーノート等々もできるモデルもあるんですが、手書きの文字をテキストで検索なんですよ。テキストで入力して検索なんです。で、このトゥルノートは手書きの文字を手書きで入力して検索できる。これなかなかいいですよね。若干ですね、僕この製品の欲しさ、V8 の欲しさが、まあ、80だとすると、この手書きでプラス20して100欲しくなるぐらい、この手書きはいいなというふうに感じました。で、まあ、これワンノートに書いたメモを送ったりもできるので、活用も結構考えられてますね。ということで、手書きはかなりおすすめです。ちょっと価格は高いような気もしますが、多分ですね、実売は下がってきますので、要注目です。チャンネル登録もよろしくお願いします。